マーカのおしゃべりサロンへ、こんばんは。プロデューサーの小寺と申します。今宵もスタジオは私一人でございます。それでは早速リモートの皆さんをお呼びしましょう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。ゆかるのマーカです。アラポアのゆかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第45回の今宵のゲストは R 音楽室主催日円プロダクション所属二期会会員である声楽家の関戸理恵子さんです。ようこそおいでくださいました。こんばんは、関戸理恵子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関戸理恵子さんは国立音楽大学音楽学部声楽学科をご卒業後、教員を経て子育て中に二期会オペラ研修所に入所、第56期マスタークラスを修了されました。現在神奈川県にお住まいで厚木市文化会館応援アーティスト6期生として市内の小学校でのコンサートや S コンサートにご出演されております。関戸さん、この S コンサートというのは何でしょうか。ですね、これはオーディションで選ばれました厚木市の文化会館応援アーティストとして出演できるコンサートです。でこれから音楽を頑張っていこうという人たちのためのコンサートでして、私も本格的に声楽の活動を始めたタイミングで出演させていただきました。そうですか。音大の声楽学科をご卒業後は音楽の先生をされていたってことなんですよね。はい、そうですね。卒業後は群馬の方で教員生活を4年間しておりました。でその後は結婚しまして神奈川に参りました。でそれで結婚した時にやっぱりまだまた音楽がね、なんかできたらということで、自宅で関戸理恵子音楽教室ということでリートミックやピアノなどの音楽教室を開きまして、子供たちがちょうど3歳1歳の時ですね、始めました。でリトミックもやってましたので、広いね、ちょっとお部屋がいいなと思いまして、家をちょっとまた改築とか改装しまして、でそこからは R 音楽室という名前にしまして、でトータルで今来年で20年目になります。すごい長いですね。R 音楽室、はい、R っていうのは何ですか。はい、R と言いますのは関戸理恵子の理恵子の R とか、あとはリズム、リズムとかリトミックとか、あとリラックスという意味で R をつけました。で音楽室というのはやっぱりいつでもどこでもどなたが来てもなんかちょっとこの場所に来るとリラックスできるような空間を作りたいなということで音楽室という名前を付けさせていただきました。あら素敵。そうですか。はい。ですね。そんな中に子育てをされながら二期会のオペラ研修所に入所されたんですか。そうですね。はい。で、やっぱ音大は卒業していましたけども、日本ではちょっと声楽というものは特に資格もありませんので、ちょっともう少しまた力をつけたいなという思いもありましたので、日期会の場所は40歳までが受験資格なんですね。なので、よかった。最初の年から入るの40歳までの人しか入れなかったものですから、ちょっと最後のチャンスの受験をしようということで、受験させていただきまして、
はい、でそこで入所させていただきまして、ヨカと本科とマスターと3年間東京へ通わせていただきました。あら、でもね、お子さんができてから入られたということでいかがでした？そうですね、やっぱりそうですね、子供まだ小さかったので、やっぱり通うという意味では、そして勉強するという意味ではとても大変でしたが、家族のね、協力や励ましで頑張って勉強をしました。で特にまた義理の母にめだってお世話になりまして、勉強したことはとても感謝しています。そ、はい、うですか。なんだろう、この笑いは。とてもお世話になりました。で、またね、その研修所でもそこの先生やクラスの人たちにも助けていただきながら頑張って勉強しまして、最後まで頑張ることができました。はい、あら、そうですか。で、その後、はい、その R 音楽室ということになるんですか？そうですね、はい、で終了後はやっぱり自分 の活動も始めたタイミングで R 音楽室としても、やっぱりもう少しまた幅を広げてということで、外に向かって活動を始めたのがその年ぐらいからでしたね。はい、そうですか。どんな、はい、具体的にはどんな活動をされたんですか？と、R 音楽室として、地区の、最初はクリスマス会に呼んでいただいて、キャンドルサービスの時に、ちょっと歌わせていただいたりとか、あとはそうですね、町 の合唱祭にやっぱり R 音楽室としてみんなで参加しました。はい。で、そうですね、で合唱祭はやっぱり合唱を歌うんですけれども、私たちの R 音楽室では、ですね、ただ歌うだけではなくて、ちょっと大きなちょっとテーマを毎回決めまして、そのテーマに基づいた曲を選びをして、でその曲と曲の間にも朗読や群読などを入れまして、音楽の流れを止めないように10分間でその舞台をずっとなんかその音楽が流れてるように作る形で発表させていただいてます。はい、テーマってどういうことなんですか？例えば、私はどんなテーマって？そうですね、例えばコロナ禍の前に最後出ました合唱祭では、大切なものっていうのをテーマっていうことで、はい、で変わらないものって曲があるんですけど、変わらない良さというか、そういう大切なこと、あとはその後は、何歌ったっけ？そうですね、モミジかな、モミジですね、ちょっと何年かも前になってしまったけど、やっぱり日本の美しい、ね、景色変わらない、そしてまた地球ステーカって言って、また地球のみんなの笑顔が変わらないようにっていう、なんかちょっと大まかなんですけれども、ちょっとその3つの曲に共通するものをプラスしながら、みんなにで歌う前にやっぱりちょっとその言葉を皆さんに投げかけたりとかっていうことで集中して10分間のステージを作って、10分の中でそういう風に、はい、流れを作ったんですね。はい、そうですね。どういう方がメンバーだったりするんですか？そうなんです、そうなんです、アーロンがよく聞いてくださいました。そうなんです、合唱なんて言いますとね、いろいろ年代のいろんな、ね、方がいらっしゃると思うんですけども、合唱団としては珍しく、小学生から、上はっていうか70代の方までが一緒に歌う合唱団としてやっています。はい、幅広い、ね、年齢の方が集まる、幅広く、はい、そうなんですけれども、練習難しいんじゃないですか？はい、練習はまずは一緒にせずに、一人一人がレッスンで練習を一人ずつやります。でその練習を重ねた結果、本番の前の何回かでみんなで全員集まって合わせる、でそして本番に向かうというスタイルでやらせていただいています。あら、はい、そうですか。じゃあそこにちっちゃい子もいらっしゃれば、もうご年配の方もいらして、そうなんですけども、でも本当にね、R 音楽室若々しくみんな音、そうなんです、歌声がとてもそうですね、綺麗な声を出しています。はい、そうですか、楽しそうですね。そうなんです、楽しいです、だから愉快な仲間たちとか言ってやっとなると、はい、とても
雰囲気のいい団体です。はい、あ、そうですか。はい、そういうのを、まあ、後に実行されてどんなことを感じられました？そうですね、やっぱり、ね、皆さんにのやっぱアーロン・ガクスの歌声を聞いていただいて、やっぱりちょっと初めて出た時に結構びっくりされまして、うん、あ、やっぱり小学生から幅広い年齢の人が出たということもそうですし、さっき言いました流れを考えた発表っていうのも多分初めてだったと思うので、とてもびっくりされまして、今でも、うん、あのその時のことはね、話題にしていただいたりするんですけれども、あの観客の人たちにやっぱりあの感動していただいたりとか、でまたあの舞台で歌った後のね、あのメンバーの人たちの顔を見て、うん、私がやりたかった音楽はこれだなっていう、あのそうですか、作品に変わりましたね、やっぱり、じゃあご自身の方向性が、まあ、それではっきりされたっていう感じなんですかね。そうですね、はい、うん、そうなんです。でまたあの音楽への思いがね、またちょっとあの強くなったというのは、そのまあ合唱祭も面白い、皆さんと歌ったこともそうなんですけれども、ちょっと数年前にちょっと父が亡くなりまして、で、あの、はい、で父のやっぱりことが、やっぱり何ですかね、さらに音楽をやっていく決意になったというか、うん、っていうのはやっぱり普段いた父がいなくなってしまったっていう喪失感と、うんうんうん、ね、そうですね、なんていうんですかね、やっぱり人の命には限りがあるんだなってことをそこで知りまして、私はだから父が亡くなって、あ、歌えないっていうことよりも父のためにも歌いたいなってやっぱりその時に思いまして、うん、半年、うん、そうですね、半年後にはやっぱり舞台に立って歌いました。あ、そうですか。はい。じゃあ、まあ、あのなんかショックでね、歌えなくなってしまう方とかもいらっしゃったりすると思うんですけども、うん、まあ、リエコさんの場合はますます音楽への思いが強くなったっていう感じですかね。そうですね。いつも、はい、いつもね、遠くからも聞きに来てくれてたりしたんですし、お父様が、はい、父もあの歌が好きで、そういう中で育ったので、やっぱり音楽好きになったのはやっぱ父の影響だったかなっていうふうに思っています。はい、そうですか。じゃあまあそのことがあってますます音楽への思いが強くなったっていう感じですかね。そうですね、はい、うん、そうなるとこう、例えばこの昨今のコロナ禍で、うん、あのやれ、ね、歌はダメだとか、うん、息吐いちゃダメとか、なんかそういう制限期限があるじゃないですか、はい、そういうのをこう踏まえてどういうふうなことをお考えになりました？そうなんです、あのやっとアーロン楽室としても活動が始まり、うん、自分の歌もちょっと活動が始まりとし、うん、ね、やってた矢先にこんなことになりまして、うん、歌って本当でしたらなんか大変なことがあっても、うん、あのみんなで集まって声を出して元気になろうよっていう歌がダメっていう、うん、なんということでしょうという、やっぱり衝撃というかショックがあり、うん、あのしばらくはやっぱり元気が出ませんでしたね。はい、で、うん、そうですよね。ただまあコロナ禍も長くなってきましたし、あのマスク生活も長くなった中で、何ができないかなってやっぱりちょっと自分の中で考えまして、何か皆さんが元気になる方法何かないかなということで、私は考えまして、あの現役のアナウンサーの方が取材してやってらっしゃいました、インショアップインストラクター養成講座というのがありまして、それにちょっと参加して勉強をしました。はい、はい、あ、そうですか。でそれがどう、はい、それはどうなったんですか。はい、であのそこから学んだこと、まあ、やっぱり口元の衰えというのはやっぱり健康の衰えでもあるということで、あのとてもあの、うん、ここが動かせないっていうのはちょっと大変なことなんだなってことも なりましたし、あと誤嚥性肺炎予防とか、うん、アンチエイジングとか、うん、いろいろ、はいはい、声を磨くということはとても健康につながるということが分かり、うん、ただ、まあ、その学んだことというのは結局私も家でレッスンをしてまして、うん、歌のレッスンの中で実は取り入れていたことだったんですね。なので、うん、やっぱり私がやってきたこともあの間違ってなかったし、それをまた音楽ではないアプローチの仕方でちょっとしばらくやってみようということで、あの
声活ですよね。あのなんとか活動、声活、声の活動、声活動、声の活動、そうですね、はい、声生き生き講座ということで、あの少人数なんですけども、はい、やっぱり集まっていただいて月に1回とか、はい、歌のレッスンではないアプローチでちょっと講座を始めました。はい。はい。どんなことをするんですか？そうですね。歌じゃないんですもんね。歌じゃないですね。で、うん、まあこれ後でね、またちょっと少しやっていただけたらたらと思うんですけれども、まあね、就活前の大学生とか、例えば、うん、やっぱ87歳の方も来てくださったりして、うん、その方たちと一緒に、その一緒にやるっていうことがまた結構大事で、うん、コミュニケーションとってっていうことで、はい、まあその講座をやることでまた皆さん生き生きとし始めまして、うん、そこにはやっぱり笑顔がありました、うん、なのでやっぱりこの活動もね、これからもやっていけたらなと思っております、うん、はい、ちょっとやってみせていただけますか、やってみますか。そうですね、じゃあ簡単に少しちょっとまあ、はい、最初は少しリラックスするためにちょっと首を回していただけますか、ね、まあ、よくやりますね、首をちょっと、その時に忘れてはいけないのは呼吸です。呼吸がまた大事なんですね、うん、息を吸ったり吐いたりすることですね。ちょっと回していただいて、はい、反対回し、息を吸って、はい、そうしましたら、はい、ちょっとね、お顔もいつもやっぱり固まってますので、ちょっと頬とかお顔周りもほぐします。本当はすごく長い時間にゆっくりとやることなんですけど、今日は少しちょっと早めに、うん、そうですね、どうしてもここが一生懸命動かしてる人でも2割ぐらいしかやっぱり動かせてないそうです、うんうん、マスクで、はい、はい、そうですね、動かしてい、うん、はい、そうしましたらですね、はい、はい、今度は口の中ですね、口の中もちょっとこうに固まってますので、口のエアウガイですね、うん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 、あ、ブクブク、ブクブクですね、これ、うん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 、そしたら右のほっぺに、うん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 、そうです、そうです、よくです、下も、うん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 、下、はい、下の方ですね、うん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 、これですね、うん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 、じゃあぐるっと回しましょう、うん、うん、うん、え、それ難しい、うん、そうです、そしたら、まあ、うがいなのでペッと入ってますね、はい、よくできました。そうしてみたら、お口の中が少し空洞ができまして、そこに今度、舌ですね、舌、ベロ。ベロを、うーん、吸います。歯をぐるっと回せますか？はい、回します、回します。これを10回ぐらいやります。いきます。結構大変です。うん、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 どうでしょう、できましたか？難しい、ベロが痛くなりますよね。難しい、結構ここが痛くなったり、痛くなる、で痛いのは、うん、でも動かせてる証拠で、また動けてない証拠でも、普段動かしてないってことですよね。そうですね、うん、これがやっぱりたるみ防止にもなりますし、で、今回したことによって唾が出ませんか？出ます、出ます、そう、唾が出ることがまた大事ですね。なので、ベロ回しはとても大事かなと思います。ああ、はい、もう座っちゃいました、はい、ありがとうございます、はい、あ、まだありますよ、まだありますよ、まだありますね。今度は、うん、ここちょっとほぐれてきたので、うん、あっていう、ちょっと目も開いて、あ、あ、あって言ってみます、あ、あ、あ、そうですね、あ、あ、そしたら今度、にーって、にっこり、にーっての口を、あ、すてきですね、そうです、そうです、また、あ、あ、だったら横に多分人はいないと思うんですけど、あってやったまま横向いて、あーあーあーああ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 あ
な。うん。感じですね。はい。そうしましたら最後ですね。うん、早口言葉です。これいつもタイムを測ったりするんですけども、今日はよくある、うん、カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ミピョコピョコ、出てみましょう。できるかな。久しぶり。どうぞ。カエルピョコ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 、合わせてピョコピョコ、ミピョコピョコ、ピョコピョコ。難しい。ピョコピョコ。早口言葉ってやっぱり普段やらないので、ね、やらないですね、はい、それをすることによって結構舌がまた回ってきまして、トークが、はい、回ってまいりますっていうことで、まあ、そういうのをタイムでやってみた、タイムを測ったりとか、まあ、ちょっといろいろも呼吸のこと、本当にね、いろんな唾のこととか、いろんな、そうですね、ことをその講座の中で少しずつやっています。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。これから自分でも家でもやる、いや家でもっていうか、これからもやろうと思います。なんかすっきりする気がしますね。なんかすっきりしますね。気持ちもすっきりしますね。肌の調子も良くなると思うので。そうですね、はい、調子、そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。そういう関戸さんなんですけども、はい、モットーみたいなのをですね、伺いたいと思うんですが、はい、モットーについてお話しいただけますか。はい、そうですね、私のモットー、うん、そう、私の中にはやっぱりいつも音楽がありまして、うんうん、そうですね、ずっと音楽がありました。で、父と母からいただいた声、うん、それ、またそれを生かして、でまた音楽を通してやっぱり人と出会えたり、そのつながりっていうのが今も現在進行形で続いております。で2人のね、娘たちももう大学生になりまして、子育ての一応一段落いたしましたので、うんうん、私もこのね、まだコロナ禍ではありますけれども、人に届く歌を歌えるようになりたい、うんで、またたくさんの方に歌を聴いていただきたいという思いでおります。そして音楽というのは聞いたことございあると思いますけれども、音楽の楽は学ぶではなく楽しいという字でということで、音を楽しみながらまた皆さんに笑顔を届けられるようにこれからも頑張っていきたいなと思っております。そうですか、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、はい、はい、今宵の一曲はですね、今宵は特別にゲストの関戸理恵子さんの歌声をお聞きいただこうと思います。はい、ゆかちゃん、お預かりした動画の準備はいいでしょうか。はい、いかがですか、出ましたか。いけそうですね。じゃあご紹介しますね。はい、それではお聞きください。セザール・フランク作曲、荘厳弥撒曲の中から、パニス・アンジェリクス、天使のパンを関戸理恵子さんの歌声でどうぞ。
うもありがとうございます。ありがとうございます。素敵な歌でしたね。ありがとうございます。今後のご予定なんかありますか？ぜひ、そうですね、はい、お知らせください。10月の22日に東京オペラシティリサイタルホールにてコンサートに出演いたします。はい、こんな感じなんですけれども、はい、それは何でしょう、チラシの、チラシがちょっと間に合わせて、画像ですね、はい、はい、画像です、はい、お時間ありましたら近々そのチラシが出るということですね、はい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 、それで大丈夫ですか、あの、はい、コンセントのお知らせは、今12月にもまたセアプミンズセンターでゆるりんコンサートというのに出演させていただいたり、あと大阪の方でもちょっとコンサートを出させていただきます。はい、ありがとうございます。ご活躍を、はい、どうもありがとうございました。はい、今夜は声楽家の関戸理恵子さんをお迎えして、音を楽しむことをモットーに、みんなの笑顔のためにをテーマにお話を伺いました。関戸さん、楽しいお話と素晴らしい歌声をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のマーカのおしゃべりサロン、いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。またお目にかかります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。さようなら。さようなら。